それでは始めさせていただきます。銀座元寺夏着物こだわりの本場夏雪インスタライブ配信をご視聴くださいましてありがとうございます。銀座でも4月下旬から日傘を差す方々が増えてきました。今日は初夏のような日差し、もう一息を着ようかしら、この夏は何を着ようかしらとお考えのお客様も多いと思います。銀座元寺のこの夏おすすめいたしますのは、一重から生花の季節に着られる雪着、本場夏雪です。夏雪は縦糸の約半分に浅い糸を織り込むことで、雪紬の風合いを保ちながら涼しさと透け感を実現した極上の夏着物です。一度着たらその軽さと涼しさが病みつきになるという着物上級者をうならせる夏雪。生産単数は年間10単ほど、有機紬全体の1から2%ほどになります。生殖できる畑屋はたった1軒、野村藩邸のみ、まさに究極の通ごめのみの織物です。この夏雪なんですけれども、横糸に浅糸を織り込むことで涼しさの秘訣は朝にありということで、今日は、代表の元寺は夏雪を着させていただいておりまして、私は都城を着させていただいております。これから茨城県結城市重要無形文化財本場結城紬染色資料館手織館長、そして奥潤株式会社代表取締役会長である奥澤武春氏と中継をつなぎ、40分ほど本場夏雪の魅力をお話しいただきます。その後、弊社の店舗より男女のコーディネートをご紹介させていただきます。それでは館長様、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。ただいまご紹介いただきました紬の里結城からお送りします、資料館の館長、そして奥潤の代表取締役会長をさせていただいてます奥澤でございます。本当に長い間元寺さんにはですね、最近では縮みのこと、それから男物の紬、大変お世話になりありがとうございます。本来なら皆さんのところへ行って実際にお話をしたいんですけども、コロナ感染ということでインスタライブということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆さん方ご存知の通り、結城紬というのは国の重要無形文化財に指定されたりユネスコ等に登録された結城紬、本場結城紬ですね、手で紡いだ糸、地機で織る、そして無地縞はそれで結構ですけども、模様を作る時には手でくくるという平織りの商品でございます。そしてもう一つは、明治の後半から大正昭和35年の頃まで年間8割から9割作られた縮み織っていうのがございまして、これは横糸に1メーターに2000回転ぐらいの撚りを右撚りと左撚りをかけて、普通の幅の2割近く広く折って、そして折り上がってからお湯の中に通すとシュッと縮むわけですね。それを滝の芯縛りで普通の幅に乾かすと、折った時から2割ぐらい縮むんで、表面に凹凸ができます。クレープのシャツのように肌に触れた時サラッとするわけですね。いわゆる純一重の商品としてこれが生まれたわけです。明治、大正、昭和、なぜこの時代に生まれたかというと、多分この時代日本の女性が着物で最もおしゃれをした時代ですね。大正ロマンって言葉に代表されるように、そして軽くてサラッとした着物が欲しいっていうことで縮み織っていうのは生まれたわけです。ところが昭和31年に文化庁の学者の先生方が調査をして指定したのは、その時1割2割あった平織り、取ったものにとそのまま盛る商品を指定したわけですね。そしたら、これも時代の流れかもしれません、徐々に徐々にですけども、縮み織りから平織りに転換をしていった。糸を寄らなきゃいいわけですから、そういうことで一時年間ですね、昭和58年には23単しか縮み織りができなくなってしまった。
幻の結城縮み織りって言われたんですね。糸を織る職人さんがもう仕事がなくなっちゃう。34軒ほど織り屋さんというのがいたんですけども、その人たちが仕事がない、で、まあ、幻の結城縮み織りって言われて、今現在2人80代の方が残ってたんで、糸を織って縮み織りもわずかできてます。ですから結城には今までも平織りと縮み織りと2つあった。そこにですね、実は野村半平というお方がですね、夏結城というものをチャレンジして作り出したわけです。で、実はですね、それに至るまでの話をですね、私もちょっとお話ししたいと思うんですけども、野村半平さんという方はもう、生きてれば110歳ぐらいになると思うんですけども、まあ、90歳で亡くなったんですけども、昔ですから14歳ぐらいで順調小学校を出て、もうすぐ紡ぎの仕事に入ったわけですね。まあ、農業と紡ぎということで、もともと農家の方です。それでも紡ぎが好きで紡ぎの仕事に入ってきたという。そして当時はですね、有機おいでになると分かりますけども、染め物も織物も水がないとできませんよね。結城紬には鬼怒川という川があって、北の行くと鬼怒川温泉とか日光東照もございますけども、鬼の頃川と書きますけども、昔はシルクの川とも呼ばれてたんですね。繭作り、養蚕業がその沿岸で盛んに行われて、そしてその養蚕家の中から生まれたのがこの結城紬です。私どもの近くに兜塚古墳というのがありましてね、そこからなんとですね、地畑織の埴輪が見つかったんです。50センチぐらいの。学者の先生方がびっくりしてね、いろいろ研究しました。日本ではもちろん初めてです。そしたら1500年前の埴輪ってことが分かったんですね。ってことはもう2000年近く前からこの辺では織物を盛んに地畑で織ってたんではないか、そういうことが分かったわけです。その地畑織をですね、彼はですね、一生懸命、まあ、結城紬を14歳から始まってコツ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 行ってきました。そして当時は茨城県と栃木県とも今2つに分かれてますけども、彼が理事長をして両県一体となった織物組合の理事長をですね、14年間も務めたんですね。そうこうしているときに、国が文化財技術保持者の代表として指定をしたわけですね。糸紡ぎ、かすり、旗織、地畑織と、それからかすりくくりと3人ずつ。その時にも初代のかすりくくりの、まあ、名人ですから指定されるわけだったけど、彼はもうそういうこと嫌いな人でね、他の人がやればいいっていうね、俺はいいよって、まあ、そう遠慮するタイプだった。大変こう明るくて豪快で、私も子供、まあ30歳の頃私の会社にもよく来てましたから、野村半平さんって人柄をよく知ってるんですけども、大変明るくてね、話の大変上手な人で、面白い人です。仕事はその代わり熱心でね、人一倍頑張ってやるという、そういう人でしたけども、人にその、押しのけて自分が出るっていうのはあんまり好きな人じゃなかったんですね。まあそんな中ですね、戦後、まあ、戦中のですね、結城紬が贅沢品だっていうことで、織物はやめなさいっていう商工大臣からあったんですね。その時に彼は一人一生懸命国へ申し立てに行って、今この紬をやめたらこの技術がなくなっちゃうと、ぜひ続けてやらせてくれと年中懇願に行ったそうです。そしたら商工大臣の、確か山崎さんって方だったけども、熱意にほだされて、そうか、これはもう日本でここしかないのかってことで、じゃあいいだろうってことで、その戦中でも結城紬を作ることができたんですね。それは
野村半平さんの力によるもの、そういうことですね、非常に産地に対する思いの強い方でした。そしてそんな中、昭和の1年ですね、課題にしていただいたその課題を受けまして、そして太郎さんなんかおいでになられて、彼のところへ行って実際に作るところをご覧になったりしてね、そしてその時に言った、結城紬というのは自分が最初にできたものを着るんじゃなくて、最初にお弟子さんに着せて寝巻きにしてもいいよと言ったと。それで何回か洗ってる間にちょうどいい風合いになった時に自分が着たというね、そういう話を私も聞かされたことあります。花木正太郎さんというのは全て藍染めで、藍というのは多少色が落ちます帯とか足袋に、それを楽しんでたんですね、花木正太郎さんは。だからこの着物の藍はこの色ってことで、足袋も買えなかったそうです。同じ足袋をその時入ってた、ダメになるまでね、まあ、そういう、まあ、本当に通な方ですね。そういう方もよくご存知の人でした。そんな中ですね、昭和37年には本場結城紬の百亀甲の細工がすり、愛知の青海並みと松と帆掛けの柄ですけども、これを国立博物館に寄贈して永久保存に今でもなってるんです。私の資料館にもその額が残ってます。それだけの方だったんですね。それでも一生懸命その文化財になる努力を一生懸命してきて、その方がある時おじやのチヂミ、また越後上布、これを見て、夏物っていうのはこうにあるんだ、まあ、勇気は今までね、チヂミが合わせだったけど、夏物っていうのはどうやって作るんだろう。で、朝の山地を歩いて全国ですね、糸を勉強したり走行して、そしてその糸の良さと、それから朝の良さと組み合わせることができたことで、2代目の息子さんと一緒にですね、福一さんっていうんですけども、この方も産地の理事長もやりました。その息子さんと一緒になって研究を始まった。最初はカラムシ、朝をですね、福島の方へ行って分けてもらったりしてましたけど、作るにはどうしても足りないんですね、朝が分けてくれるけども。まあそんなことでいろんな思いをしながら朝を手当てして、それで作ってきた。で、今現実どういう商品なのかって言いますと、縦糸ですね、鉄麦糸、非常に160亀甲に使う細い糸ですね、120デニールから100デニール、これを縦糸に使うんですね。でもそのまま使うとシャリ感が出ないで毛羽立ったりするんで、紬はわずかですけども1メーターに600から800回転でよりをかけるんです、糸に。そうするとシャリ感が出るんですね。そして横糸はそれちょっと細い90から100デニールの鉄麦糸、それをやはり同じぐらいよりをかけるんです。そうすると毛羽立たない、シャリッとする。そして麻の糸、やっぱり100から110デニール、100デニールぐらいに細い麻の糸を、無地の場合ですと紬糸を横糸に右左こう折りますね、2本、今度麻糸を2本、紬を2本、麻糸を2本、2つの比持って折るわけです、無地の場合は。かすりになりますと、今度紬糸が入りますから、この紬のかすりが3本、3つの火がいるわけです。これはなかなかね、普通の地旗を折ってる人たちも折りづらいんですね。紬の糸と麻の糸とかすりの糸と3つ、三丁火って言うんですけど、三丁を持って折るっていう、まあそういうことをね、まあ苦労苦労して約 7,8 年ですかね、苦労して、その頃作ったのがこの私が今着てるこの
夏雪なんですね。愛の講師ですけどね、この時はだからまだ試行錯誤してる段階です。よりをどのぐらいかけたらいいんだろうかとかね、私にはちょっと縮みがかった夏雪になってるんですけども、これじゃちょっと縮みすぎるなとか、まあ、その時に私のこれは兄から私の前社長兄からですねいただいたんです。体格が大体同じなんでね、切れるんでいただいて、大体いい感じになってきましたけど、来てます。まあ、そういうことで夏雪という今まで平織りと縮み織りしかなかったところに夏雪という、それがですね大変面白いっていうのはね、何が面白いかっていうと、文化財を戦中でも戦後でも一生懸命守ってきて、国にも働きかけて重要無形文化財に指定された鉄麦と 100% 地綿織、それからかすりくり、その3つの技術を守ってきた人が今度はそれとは全く別な麻を使う、よりをかけてはいけないんですね、文化財というのは。それもよりをかけて、そしてさらっとした夏物を作りたいということで、そういうことにチャレンジをしたという、ここがですね波の人ではないですよね。それだけで一生終わっちゃうのかなと思ったら、息子さんの代は一緒になってそういうもので、まあ息子さんが大体福一さんって方が2代目が完成してきたんですけども、でもこの福一さんって人は草木染めもチャレンジしましてね、無地とか島とかそういうものだったら草木っていうのもなんとかできますよね。高野さんと一緒に草木を勉強してやればできるわけですから。とかかすりでね、彼はチャレンジしたんです。でも大きいかすりですと草木でも藍染めでもできますけども、細かい100キッコあたりになると抜けないんですね、かすりがちっちゃくて。で仕方がなくて、地糸だけ、縦と横の地糸だけは草木にして、かすりは化学染料で、これはそれしかやりようがないんですね。でもそういう商品もチャレンジしたり、産地の大変な危機の時にこの有機積みを守り、国にも話をして、そして文化財にも指定される努力を大変して、そこの家が今度は今までなかった夏雪や、それから草木染め、これもなかなか難しいんですね、亀甲でそういうものをやるっていうのは、そういうものにチャレンジをするという、今でもですね大変珍しい、今まで有機ではこれだけいわゆる今で言うとイノベーションっていうかね、チャレンジをするっていう、そういう方は少ないんですけども、古いすごい技術を持ってる。平織ではもちろん多分元地さんにあるのが彼じゃないかなと思うんだけども、230亀甲そこまで作ってましたからね、細かい亀甲も作れるわけですよ。そういう技術もありながら夏物の無地を作ったり島を作ったり、それで先ほども言いました有機っていうのはね、ここにもちょっとありますけど、縦糸がね太いんです、横が細いんです。これは平織りも縮み織りもみんな一緒です。普通の織物っていうのは、まあ織物っていうか生地ですね、着物の生地、小紋でも付け下げ訪問着でも縦横同じか、他の紬になると横が太くなりますよね。とか有機は平織りでも何でも縦が太くて横が細いんです。これはね、他の産地の人が紬を折ってるとこ見て私に必ず質問するんです。どうして有機はこんなことやってるの、ただでさえ真綿の糸で扱いづらく、地綿織で全身を使って大変、また時間もかかることを何でやってるの。有機紬というのは検査の時、今検査協同組合の理事長を私もやってますけども、15項目の検査規定があるんです。例えば男物の木無地は一寸間にクジラですね、クジラの一寸間に85本入ってなきゃいけない、女物の無地は90本、100キッコは100本入ってなきゃいけない、その規定があるんです。ところが見えないですよね、みんな特殊な拡大鏡を持って、それで必ず前半真ん中後半と3箇所見る。
で、きれいにできてれば世の中すべて合格です。ところが雪はそれだけじゃダメなんです。密度が濃くないと。そういう商品を作ってるわけですね。さあ、なぜか。着物ってのは仕立てても縦糸は着物になっても縦です。横糸が太いと着た時ポッと見えてしまう。とか雪を着るとシャキッとして立ち振る舞いがきれいに見える。ここに雪の人は全力投球して作ってるわけですね。縦が太くて横が細いっていうのは、これは今回の夏雪も同じです。そういうことができてます。ぜひですね、これは雪だけなんですよという。そして今まで雪の持ってる良さ、よくお客さんに聞くとね、軽くて、あったかくて、着やすいとおっしゃる。昨日も美の壺で中島清之助さんも言ってましたけども、非常にその良さの中で軽くて着やすさを残して、今度はあったかくんじゃなくて涼しさをどうやって出すかってことで生まれたのがこの今回の夏雪なんですね。大変だから逆のことをやるから苦労したと思います。特に染料でもですね、絹は普通の染料を作ると酸性でしっかり染料がつくわけです。まあ、動物性繊維ですからね。ところが朝は植物性繊維ですよね。これはアルカリでがっちり色がつくわけですよね。そういう違ったものを後で問題ないように作るってのは難しいんですよね。もちろん一緒には染めらんですが、別々に染めるという、そういういろんな見えないところに苦労しながら、まあ、夏雪っていう新しい商品をですね開発した。ある意味ではイノベーション、まさしく一番古い技術を持って、そして文化財になるために努力をした野村半平さんが逆に新しいことにもチャレンジしてるっていう、こういう方はね、なかなか産地にもいないんですね。私はね、若い時からこの野村半平さんを見てましたけども、素晴らしい人だな。大変明るくて豪快でユニークな方でね、お話がとっても上手でね、まあみんな聞き惚れちゃうっていうかね、そういう方でした。まあその人の今3代目まで来て、孫さん野村富士夫君っていうのを今奥さんも一生懸命やってます。それで、普通の平織も作り、夏雪も作ってます。まあそういう中でぜひですね、なかなか見る機会が少ないと思います。今回ですね、元次さんで夏雪をぜひってことで、作らせていただきました。お客様にこの温暖化っていう時代ですよね、私は今までチヂミはもう4月になれば来ちゃいます。暑ければ昔は5月6月9月10月って言いましたけども、4月でも来ちゃうし、ね、この夏雪もこれから5月でもね、6月でも、私昔は7、8と言いましたけど、夏物というのはこういう紡ぎというのは自分たちのために着る着物です。人のために着る着物じゃないですよね。式とか結婚式とか何かがあって着るわけじゃないです。その人の自由に、洋服ならば長袖もあるし、七分袖、半袖、ノースリーブもあるわけですから、ぜひですね、その人の体調健康に合わせて、人へも合わせもある程度自由に着たらいいのかな。今日は私は兄からいただいたこの夏雪を着てますけども、やっぱり朝はねちょっと涼しいかなって思いましたけども、肌寒いかなと思った。今はちょうどいいです。そんなことでぜひこういう、そのね、そうすると今度ね、やっぱり夏の着物を着ると肌襦袢は綿ですけど、長襦袢も朝にしようかなと思って、今日初めて朝の長襦袢を出してきました。でもそういうことってね、洋服じゃなかなかないんですよね。やっぱり自分としては楽しみです。加工日も夏物にしようかなとかですね、そんなことをこう自分で楽しみながらこう着る、非常に自分にとっては洋服を着るよりも着物を着る方は楽しいっていうか、体にもいいのかな、そんなことを言われます。よく私も年齢を聞かれるんですけども、年齢を言うと「嘘でしょ」ってみんな言われるくらい、それはもし皆さん方が年齢より若く見たとしてれば、それは勇気を
よく着るから健康的でいいのかな、そんなふうに思う。まあ、あの元地さんの社長さんもそうですね、年中着物着てるからご年齢よりはるかにいつも変わらず、素敵だなと思って私も見てますけども、私は社長さんより先輩だと思うんで、年の方は。昨日も美の壺で、ちょっとね出させてもらいましたけども、まあああいう3つの商品をやるってんでね、これは30分じゃ短いなとは思ってはいたんですけども、だいたい3分の2はカットされましたね。もっといろいろやってたんですけども、まあ仕方がないなということで言いましたけども、まあ中島清之助さんが出て、ああいういろんな勇気の話を自分でね来て雰囲気を話してくれたってことで大変私も喜びましたけども、私が喋るよりもお客様にとってはその方がよっぽど良かったのかなと思います。そういうことで勇気には3つの商品があることをぜひお客様にもお伝えいただきたい。ただその夏雪っていうのは誰も作れるんじゃなくて、わずか野村半平っていう家が作るというだけで、わずか年間10単か十数単のことだと思うんですね。そういう意味ではですね、お客様に手に触れる機会も少ないと思います。当然お客様のお店で見たときはノリがついてますから少しゴワゴワっとしてますけども、必ずこれはノリを抜いてそして整理をすると、本当にね、このような布かしらと思うぐらいものすごいいい風合い生地になります。ぜひですね、意識当てをきちっとつけて一人で来ていただいたら最高の夏もなるのか、そんな思いがいたします。私も年中着物を着てますけども、健康のためには私ははるかに着物のがいいなと思ってます。ただ今日はよく鈴木さんがたすきをしてますよね。あれはいいよね、男もたすきしなきゃいけないかなと思ってなんでかってね、着物を着て一番最悪なのはドアのノブにね袖が引っかかるやつなんですね。私も家でも会社でもね引っ掛けるんですよ。それ無理やり引っ掛けるとね破れちゃいますからね。いやだからそれだけです。あとはもう着物洋服よりは絶対着物のがね、特に高温多湿の日本はですね、ワイシャツというのはね、最近はクールビズと言われてますけど、前はねネクタイをして夏でもね胸元を閉じて袖口も閉じて、ほらもう高温多湿の日本にはもう蒸し風呂に入ってたくなるわけですよ。とは着物は袖口は開いてるし、ね、胸元も開いてるし、ちょっと風があればねもう最高ですよね。暑い時でもぜひですね、健康のためにもね、お客様にこういう素晴らしい自然の素材、体にいいというものをですねお客様に勧めていただいたら最高だなと思うわけですね。だから当然朝を使ったり夜をかけてますから、通常の本場雪摘みのラベルがこう貼ってありません。その代わり分かりやすくこういうふうにですね、夏雪って野村半平本場雪摘み織物保存研究所野村半平という名前の工房で作らせていただいて、そして糸の状況を後ろの方に細かく書いてあります。こういうことでお客様に今まであまり手に触れる機会がなかったと思いますけども、この風合いをぜひ味わっていただいたら幸いだなと思うわけです。平織りがあり縮み織りがあり、そして夏もはわずかありますよということで、お客様に喜んでいただいたらいいなと思うわけです。もともとですね、私も結城の古い文化を過去の歴史をいろいろ調べてるんです今ね。いや本当にねすごい歴史がいっぱいあるんですけども、なかなか古い文献がきちっとしたものがないんで、文献を一つ残すために作ろうかなと思って今やってるんですけども、本当にですねいろんな時代をくぐり抜けてるんですよね。やっぱり一番大変だったのは戦争の時です。いわゆる平和な産業、平和産業はやれないわけですよね、着物を作るなんてこと仕事は。それをねこのなんでやれたのかなと思って聞いた野村半平さんがねやっぱり努力をした、そういう
産地で言えば胸像を立てなきゃいけないような人ですよね。まあもちろん、そういう業績が認められて、勲章ももらってます、なんていう勲章でしたかな。息子さんも理事長もやってたんで2人とも勲章をもらってますけども、産地には大変貴重な方でした、自分のことだけではなくて産地のためにいろんなことをやっていただいたということで、昭和49年に、王子褒章を受章しています。やっぱりそれだけのことをやってきた。で、結城市と合併するときには鬼怒川村ってとこだったんですね、川のそばで。その村長さん、あの村議会議員もやってたんです。議員さんもやってた。それで紬もやってて、それで組合の小山栃木、茨城栃木にまたがる組合員を作って、その理事長さんもやってたっていう大変な方でしてね、統率力、また産地のことを考えていろいろやってくれた方です。それが初代で、2代目の野村福一さんって方も夏雪をチャレンジしたり、それから草木染めをチャレンジしたり、いろんなことをやってまして、もちろん組合の理事長もやり、そして勲章もやはり受けてます。褒章も受けてますけども、そういう一家ですね。今3代目の野村富士夫君、奥さんも大変腕のいい織子さんですけども、若い織子さん、この間、しばらくに行ったら娘さん、その娘さんのね旗始まりまして、ああこれで安泰だなっていうふうにですね思いましたけども、こういう手作りの仕事っていうのは技術が一番の要ですので、技術を習得するには時間がかかるんですよね。初代も14歳から、2代目も16歳からもう仕事してるわけですよ。それで80になってもまた仕事をしたりしてるという、そういうのが今の姿なんですね。それは自分の体で覚えた仕事っていうのは忘れないっていうかですね、できるという、そういうことで、産地がそういう人たちの努力によって今日までこう成り立ってるということだと。何よりもそういうことを理解していただける元地さん、また元地さんのお客様がいるってことが我々物を作る励みになるわけですので、ぜひそんなことで一旦でも多くこう結城紬を、夏物をね、感触を味わってもらったらいいかなと思います。今まで野村さんの経歴やら、平織やら、話させていただいてましたけども、まあ、先ほど言いましたように本場結城紬には夏平織の重要無形文化財がユネスコに登録されたものもあるし、縮み織のようなものもあるし、そして夏織、夏物の結城があるという、この3つがあるということをぜひ覚えていただければなと思います。経済産業省は新しいことはどんどんやってくださいっていう、文化庁はこれだけですよというところですから、その両方ですね、文化庁の頭と経済産業省の頭と両方を持ちながら、なんといっても結城の軽さ、気安さの良さ、これをですね失わずに、そして秋冬春にはあったかい着物、そして夏、一重から夏にはさらっとした着物で縮みと夏雪、こういうものが必要かなと、そういうことを時代に先抜けてチャレンジして作っていただいた野村寛平さん、そして福一さん、この2代、初代2代には我々も感謝する。私の兄も一緒になって随分作ったようです。チャレンジしてこうやるのにね、やっぱりそういう方がいないと自分たちだけでチャレンジするってのは難しいですけども、兄も一生懸命やって、そんな中で今日は兄が着てた夏雪はですね、これはある意味では今の商品よりもうちょっとよりがかかっちゃったんですね。今だいたい600からメーター800回転で横糸よりをかけるんですけども、これは1200ぐらいかけちゃったんですね。だから少しシャリシャリっとするんです。縮みと夏雪のちょうど間です。で、朝は使ってるんですけども、だから
世の中にない一点かもしれませんけども、まあ今日は着させていただいています。でも本当にね、着てるって感覚はゼロですね。全く着てる感覚はございません。こんな世の中に着るものがあるのかいい、羽織っていい、こんなものね、羽織らせてもらって私は幸せだなと。実はこれね、初めて羽織ったんです。兄が亡くなって8年経つんで、やっと羽織らせていただいたということで、形見分けでいただいたんでね、だから私の父やおじいちゃんの時代はなかったんでね、こういう夏雪っていうのは。縮みはありましたから、私の縮みはいただいてますけども、こういう夏はなかった。そんな意味でね、着させてもらって今日は元井さんのおかげで私もいい思いをさせていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。今日は元次も夏雪を着させて、まあ、着させてと言いますか、着ておりまして、はい、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。ご無沙汰してます。昨日本当は行ってね、お話ししなかったんですけど、ご苦労様でございました。いえいえ、お話ししてよかったですね、美濃壺。ああ、そうですか。いや、もっともっとね、出るわけだったのやっと撮ったのは、もっと面白いとこいっぱい撮ったのに、カットされちゃってね。私はもう残念で残念なら、回そうというところなんかね、やったんですよ。よく撮ってね、それから最高の細かい有機紬を出してね、撮ったんです。あの時、2枚着物を撮ったんですけども、あれは古い男物の島と、それから母が着てた、大きな柄のね、縮みだったんですけど、あれを撮って。もう一つ、平織のね、細かい亀甲のね、撮ったんですけど、あれを、カットされちゃって、まあ、映んなかったかと思った。いやいや、ね、ぜひでもそ、ね、今度弊社の方でね、はい、その実物のね、はい、また続きをしていただきたいですね。そうですね、本当はね、会長さんにね、こっちに来てもらってですね、はい、お話をお伺いしても行くのが痛かったんですよね。ぜひ私もお会いしてね、お話の楽しみにしたんで、ね、お客様とね、本当にそういった形で、コロナも落ち着いたらもう一回ちょっとやりませんか。お願いします。私も電話したいです、ね。いやいや、皆さんにお会いしたいんで。いやいや、よろしくお願いします。こちらこそ。ありがとうございます。いやね、でも私もね、奄美の泥染めが出てよかったですね。そうですね、やっぱり奄美の泥染めもですね、店さんまで一緒にやっていただきまして、美濃壺には感謝ですね。いやいや、宣伝になってましたね。いやいや、今日ね、私もこの5月にですね、そうですね、夏雪を着たらですね、はい、本当に涼しいんですよね。涼しいですよ。ね、だから普段真夏に着るとそんなに感じないんだけど、逆に今着るとですね、ちんちんと冷えてきちゃってね。あ、本当に涼しいなって感じでね。夏物をこういった時に着ると、うん、本当に肌で感じるっていう感じ。ますね、実感いたしますね。実感もするっていうのが、ね、私は亡くなった兄はね、着物のコレクターでね、だから都城札のね、いろんなの持ってるんですよ。あ、ね、私もそれいただいたのね。はい、なんでかって、今度の新社長は背が大きいんで、兄の着物全然着れないんですよ。それでみんな兄、私体型が一緒なんで、私におじさん全部そっくり持ってってって言われてね、私心がね、自分も着物あんのいっぱいあんのに、また兄の着物持ってよ、タンスだって入れる場所なくてね、もうしょうがないんでね、いつもこう包んでたんですけども、でその中で、あ、久しぶりに見たら、あ、都城府がこれだ、うん、これだってね、いちご城府があるなと思いながらね。だから、いや、このね、夏雪ってやっぱり都とか本当それぐらいに軽いですよね、着てて、ね、本当にね、都より軽いです。軽いですね。都より軽いですか。本当それぐらい本当軽いです。ちょっとバトルになりそうです。バトルになりそうです。本当に、ね、軽いです。やっぱりね、軽さがね一番なんです、この勇気は。うん、その平織りでも縮みでも特にこの夏が一番軽いです。糸が細いから、だって160キッコぐらいの生地ですからね、この軽くなる。当然そうですよ。都よりも軽いです。小さい子で言いますけど。いやいや、ね、これね、ぜひともですね、いろんな人たちに、ね、違いの分かる、ね、日本中の人に、手仕事を愛する人たちに、ぜひとも
身にまとってもらいたいなと思うのが、この夏勇気ですよね。本当にあんまり見る機会はないと思いますからね。本当にそうです。今回、年間ね、単数が10単未満というところで、ほぼそれに近い単数が、そうですね、弊社の方に、集結というか、もう、無理やりと言いますかね、もうよそにも行かせないというので、もう本当に集めさせていただきました。本当にありがとうございます。2点ほどね、上がってきたんで。あ、そう。あとで今日上がってきたんですか。安藤に持たせますから。はい。いや楽しみにしてますんで。よろしくお願いします。ね、はい、奥潤さんのね、あの方が、はい、2時ぐらいにこちらに、はい、あの雪からいらしてくださると、はい、その時に新作を持ってきてくださるということで、はい、楽しみにしてますね。そうですね。はい。本当にあの本日はあの東海の方ありがとうございました。ありがとうございます。またあのお会いできるの楽しみしてます。本当にこちらも、はい、こちらこそよろしくお願いいたします。あのお待ちしておりますので、次回またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは引き続きですね、弊社の方でコーディネートのご紹介をさせていただきたいと思います。ちょっとの場所を移動させていただきます。奥潤様の会長様にお話しいただきまして、最初にですね、本場夏勇気の女性ものですね、こちらの方をご紹介をさせていただきます。なでしこ色と水色を織り上げることで、まあ、お客様にうまく映ってますでしょうかね、クールなピンク系に見えるおしゃれな夏勇気になっております。そしてそちらの黄尺に合わせていただいたのが、都城府の中曽根美智子さんによる8寸の帯になります。あの9寸の帯、8寸の帯はございますけれども、8寸の帯少しまた風合いもあの違いまして、趣があるかと思います。ちょっとここであの自然光で見ていただけないんですけれども、この本物の夏勇気は、先ほどの会長さんのお話にもあるように、縦糸にですね、あの紡いだ糸を使っておりますので、ちょっと透かしていただくと揺らいだ感じがあの楽しんでいただけるかと思います。それが大変の涼やかに見えると思います。はい、そしてそのお隣がですね、こちら限りなく小さく十字がすりを表現した木尺になります。先ほどねお話がありましたように、三丁尾おっしゃってましたけれども、通常の糸と、そして麻糸と、かすり糸を使ってっていうお話を、話してくださいましたけれども、またあの今のね、あのお隣のピンク色のものとは違った、雰囲気で、そして、染め帯を今回は合わさせていただきました。少し季節を先取りして、今回のその一重から生花に着用していただけるんですけれども、このような、あの特に季節、夏を先取りしていただいた染め帯、そして秋に向けての一重ではですね、あの虫かごとか、そして秋のすすきとか萩とか、そのような染め帯を合わせていただけると、また違ったあのまた少し柔らかな女性の趣が出るかと思います。そしてそのお隣がなんですけれども、はい、こちらの方が少しね、縦糸の揺らぎがね、よく見えますね、ご覧いただけるかと思いますね。はい、こちらは男性のコーディネートとして合わさせていただきました。はい、本場夏勇気に、そして西陣の、帯を、各帯を合わさせていただきました。じゃあちょっとどうでしょうかね。そうですね、この縦のこの透け感がですね、はい、非常にいいですよね。でこの無地を織るって非常に難しいものですから、そこにやっぱりこのまた西陣の帯をやったりですね、今日は私もちょっとあのこういった形でですね、はい、夏勇気にちょっと各帯、はい、はちょっと夏のちょっとそれ場所風ですか。場所ですね、はい、場所の愛、はい、琉球愛でやったような場所風なんですね。はい、そしてあとこちらの方もですね、ちょっと色違いのですね、気候のこの新しい ね、はい、今日社長がちょっと感じでも濃い色の感じで、こちらはね、本当に愛が美しいお読みになってますね。はい、こういった形のですね、男の様子に、
夏雪なんかもありますね、うん、先ほどの会長さんが長襦袢の話をされてたじゃないですか、で朝の長襦袢をね、お召しになりますよね、今黒地の本場夏雪ご紹介させていただきましたけれども、男性は、私なんかは特に、白地の、朝の襦袢を着るんですが、男性はちょっとグレーとかですね、ちょっと白い時もたまあるんですね、白やった時はまた透け感が、もっともっと透け感になりますから、非常にね、見た目が涼しげでですね、涼感があってですね、見た目の人たちも楽しませてもらえるんじゃないかなと思います。本当にさっきも言ったように軽いんですよ。軽いんです、ものすごく軽いです。貯金をしなければいけませんね、もうこれはね、ぜひともですね、夏にね、夏雪をちょっと羽織っていただければなと思いますね。でも今本当に温暖化で一人を着る季節が長くなってきてますよ ね、はい、そうですね。もう5月、私もそうなんですよ、5月からその前の4月、結構もう中旬の20日以降から一人を着てしまっておりまして、はい、そうですね、そこからもう10月の結構15日ぐらいまでは一人の時期も ね続きますのでね、だから一人の時期が長くなって、そうです、ね、また夏物もまたそれもね、お召しになるのも長い期間お召しになれると思いますよ。だから早い分にはよろしいですからね、はい、そうですよね、先取りはいいと思います。夏はね、汗を着るから、私夏は着物は着ないのっていうお客さんもいらっしゃるんですが、でもこれだけ季節のね、期間が長くなりますと、絶対お召しになっていただきたいですね。夏こそ着物だと思いますよ、ね、さっきね、会長さんもおっしゃったけど全部ここから風が入ってきますからですね、はい、本当に日本の夏をね、ちょっと湿気がある日本の夏を楽しんでいただきたいと思いますね、ありがとうございます、はい、そしてそのお隣なんですけれども、同時進行でね、やってます、本日、私も着させていただいてるんですけれども、都城府、朝になりますけれども、この愛の絹田打ちの何とも言えないね、深い漆黒、そしてこの艶感がある、艶感いいですね、絹田打ちもね、この艶感が、これで ね何万回持っていきますから、この艶出されてね、どうですか、今日あなたの本を着させて、そうですね、着ておりますけれども、寒いです。寒いでしょ正直寒いです、なので、先ほどあったんですけれども、その夏物を着るよりも、今この季節に着ますと、本当に涼しいんだなっていうのが、本当わかりますね、本当に実感して、理解できます、体感できましたので、ぜひお客様もちょっと夏物を出していただいてですね、今着ていただくと、やっぱり涼しいのねと思っていただきますので、本当そうですね、実感になりますね。そうですね、そしてこちらに合わさせていただいているのが、片江戸目の澤田舞子さん。澤田舞子さんはですね、着物サロンと弊社が、取り組ませていただきました着物大賞で、大賞受賞された方で、垂直大賞ですね。そうですね、そちらから日本工芸会で入選もされて、そして受賞も、定期店の方で賞も受賞されて、ものすごい今伸びてる人ですよね。そうなんですよね、新人賞といいましても、彼女はもう、20年近く、もうね、この世界ではされてますので、もうこれ次のね、時代を担う方だと思います、楽しみですね。そうですね、愛の都に逆にこういうね、お花をね、あしらった帯をしていただけますと、また趣がね、ちょっと雰囲気が変わりますよね、女性らしい、キリッとした中にも女性らしい雰囲気が出るかと思います。そうですね、そしてですね、そのシンプルな感じの組み合わせですけど、どうでしょうか。欲しい、改めて欲しいっていうふうに、すごく思いました。新里玲子さんの都城府に、そして柳真也さんの夏帯になります、夏帯といいましても、もう今の時期からもう私でしたら絶対もう締めたいと思いますけれども、この新里さんの糸の細さ、本当に細いですよ。そして綺麗ですよね。ほら綺麗です、綺麗ですよね。本当にです、何とも言えないですよね、この透け感、透け感。そして新里さんのこの色のセンスですね。そうですね、この深い愛、そして黄色のまたね、その対比が、逆に夏のね、日差しの中でとても映えるんではないかなっていうふうに思っております。今新野さんはご子息さんもね、そうですね、ご子息さんも一緒にやってらっしゃいますからね、いらっしゃいますので、ね、
でも一旦一旦パワーのある方ですよね。そう、もうウーマンリブです。はい、本当にね、もう私からするとかっこいい、はい、もうウーマンリブの代表とする、はい、まあ新里玲子さん、そして中曽根美智子さんは、宮古を代表する、まあ、作家と女性作家さんですね。はい、ありがとうございます。そしてまたこちらも、これも要するに新里さんの、はい、これ男もでもいいじゃないかなと思いましたですね。これあの女性ももちろんね、女性もお召しになっても大丈夫だと思いますけどね。今日のコーディネートでは、そしてこのね、あの宮古上布にですね、これ芭蕉布の帯をちょっと無地の帯をキリッと締めて要するにやってるんですけど。はい、この自然風がね、自然風に自然風の、ね、まあ、糸芭蕉を、芭蕉布を出せるっていうところで、はい、一番合うんじゃないかなと思いますね。本当に夏の涼しい、あの暑い時に一番この自然風が一番いいかなと思ってますね。花の帽子なんかかぶられたらもういいですね。もうダメ、ついてちゃいませんけど、ね、これにパナマの帽子とパナマの草履なんかも入れたら ね、素敵ですね。素敵ですね。でも夏は女性でしたらそれこそね、竹籠のバッグに日傘を差してっていうね、なんかもう、あと暑さはちょっとこらえてっていうところで、夏のね、着姿も素敵だと思います。今回はですね、やっぱりあの日本の手仕事の一品物ですね、東西あの南と北の、のものをこうして集めてみたんですけどね、この宮古なんかはもう組合のものなんていうのも年間8歳しかできないんですね、貴重なものなんですね。糸も本当にだんだんね、やっぱり産む方もいらっしゃらなくなってきたりとか、そうですね、今度はやっぱりね、今回こうしてやってるのはやっぱり夏遊具とですね、宮古城っていう形ですけど、こちらの方にこうして並んでますけど、なかなか今こういったコロナの時期にですね、いらっしゃることできないと思うので、あのネットの方でもですね、そうですね、ご紹介させていただいてますしね、お手元確認とかも ね、話していただけますので ね、ぜひその風合いをね、感じていただければと思っております、結構あの今の季節男性でもですね、こうやって皆さんあのマスクで肌に触れて、こう敏感になりますよね。なのでマスクしたからこそなんか敏感な感じ、男性は特に男の人がそうですよね、そうやって肌に触れることそうね、ないと思いますので、なんかそんな中であの夏こそ本当に着物で素材のね、良さを体感していただければと思っております、そしてこういう時だからこそ、先ほどの会長さんがお話ししてくださったように、ご自身、自分のために着物を、この夏、楽しんでいただいて、これはもう本当に自分のための着物ですからね、本当にそうです、あの周りの方々もね、それをご覧いただくことで、少しやっぱり季節を感じて、しっかりとこうね、この時期をちゃんとこう生きるっていうことを、楽しんでいただければ、楽しんでいただければと思いますね、皆様あの本日はご視聴くださいましてありがとうございました。弊社のもちろん店舗も構えておりますので、ぜひあのこちらの方にいらっしゃる時があればお立ち寄りくださいませ。本日はありがとうございました。本当にどうもありがとうございました。